打数1安打1打点で打率322、4年連続でシーズン100安打に到達。ドジャース40 W ソックス。日時間27日シカゴドジャースの大谷翔平投手は26日、日時間27日、敵地ホワイトソックス戦に1番指名打者で先発出場し、初回に2試合連発となる25号先頭打者弾を放った。10試合連続打点の球団新記録を樹立。2打数1安打1打点、2四球で打率322、チームは4-0で完封勝ち。4連勝を飾った。あっさりと塗り替えた。初回先頭、フルカウントからのフェッティの外角カットボールを捉えた。右中間中段へ飛び込む25号ソロ。打球速度 113.9 マイル、約 183.3 キロ、飛距離437フィート、約 133.2 メートル、角度26度だった。先頭打者アーチは、今季3目で、通算9目。2試合連続の先頭打者弾は、自身初めてだ。また、2試合連発は、今季6度目、通算30度目となった。10戦8発の量産体制でシーズン49発ペースに。塁打王争いではリーグ2位のブレーブスオーズナに4差をつけた。この一発で4年連続5度目のシーズン100安打に到達した。日選手の4年連続到達はイチロー、松井稼頭央、青木宣親に次いで4人目だ。また通算498打点とし、ヒヒと3人目の大台に、あと2に迫った。3回無視1二塁、7回2死1塁と四球を選んで、出塁。5回先頭は三者比に倒れた。打率、322、25塁打、65得点、長打率、643、オプス 1.045 で、リーグ5冠。61打点はトップと3点差のリーグ3位となっている。フルカウント編集部。